こちらは原豊さんですが、彼はファンクショナル言語、ファンクショナルパソコン言語の関係の話がするけど、英語でファンクショナルって言えば、やっぱりもう一つの意味があって、ファンクショナルっていうところは、使えるもの、壊れてないもので、原さんは今、使える壊れてないパソコン言語の作り方を教えてもらいましょうか。原さんどうもありがとうございました。原さんです。ありがとうございます。ご紹介に預かりました。原豊と申します。よろしくお願いします。今日は関数型言語を作ろうというタイトルで、あるいは Ruby のための型推論入門という感じで、型推論の説明をしようかと思っています。で、今日のアジェンダですが、最初に型推論って何だろうっていう話をして、で、型推論にもいろいろあるんですけど、今日作るやつはハスケルやオキャムルの、元になっているヒンドリー・ミルナータイプシステムというやつの説明をします。で、最後に実装の説明をします。実装ソースコードは GitHub 上に上がっているので参照してみてください。で、今日これが作った言語で、オレスクリプトと言います。OR というのは英語でダイヤモンドとかルビーといった鉱石という意味があるのですが、それは関係なくて日本語の一人称のオレから取っています。で、見た目はルビーというよりは JavaScript に近くて、Ruby 会議やぞって言われそうですけど、Ruby には関数っていうものがないので、ブロックはありますけど、ブロックって呼び出すときはドットコールをつけますよね。だからあれはオブジェクトなんで、厳密には関数っていうものは Ruby ではないんで、代わりに JavaScript に近い見た目にしてみました。で、違うところが少しだけあって、まずセミコロンがないっていうのと、あとファンクションって書くのがめんどくさいので FN にしています。で、本題に入る前にちょっと自己紹介をさせてください。島根県松江市から来た原と申します。大学を卒業して島根県に来て早8年ぐらいですかね。ネットワーク応用通信研究所という松本幸宏さんが所属している会社で働いています。仕事は Ruby を使ってソフトウェアを作っています。で、こういう緑色のブログを書いています。で、Ruby 関係では稲村ブルーレイジというメソッドの提案者で、たまに Ruby コミッターと間違えられるんですけど、僕はコミッターではないです。っていうと、なんでって言われるんですけど、なんでって言われても困るんですよね。のでそういう時は、僕はレイジーだからって答えるようにしています。で、1日目のトリックというイベントのジャッジを、審査員をしていました。トリック見に来ていただいた方いらっしゃいますか？ありがとうございます。トリックというのは普通でない Ruby プログラムのコンテストで、1日目の最後の枠で結果発表があったんですけど、今年僕も2作品ほど投稿したんですけど、残念ながら賞は取れなかったので、ちょっとだけ紹介しようかなと思います。こっちに出て、一つ目はメソッド10連ガチャっていうやつで、日本のソーシャルゲームでよく見られる10連ガチャを Ruby で実現しました。
こんな感じで何らかのプログラムがあるときにエントリー RB をつけると、実行結果の後にガチャが引けて、使われたメソッドが10個ランダムに出てきます基本無料ですでもう一個はジェムズゲームというやつで、これも何らかのプログラムを対象にするんですけど、ソースコードの RequireRubyGems をRequireGemsGame に書き換えます。よいしょ。で、ここでは date と time という2つのライブラリを require していますが、ジムズゲームを使うと最初にゲームをやらされて この0という1というのをうまく消さないとリクワイアは走りませんjima 0を消したのでデートがリクワイアされましたこんな感じです。じゃあ、ここから本題の話をします。型推論とは何でしょうか。Ruby 3.0 にも型推論が入るとか入らないという話がありますが、で、型推論について考えるためにはまず型とは何なのかっていうのを考える必要があります。で、教科書を読むと型とは値の分類であると書かれています。例えば1とか2とか3とかいった値はインテジャーという分類ができます。で ABC といった文字列はストリングという分類ができます。こうやってプログラムに出てくる値を分類したのが型です。で、この定義なので Ruby にも型はあるわけですね。インテジャーとかストリングはあるので。で、たまに Ruby には型がないんだよねと言われたりしますが、それは不正確で、正確には Ruby の変数には型がないというのが正しいです。変数に型がないというのはどういうことかというと、例えば A に1を入れた後でもう一回 A に str という文字列を入れたりしても Ruby だと実行することができます。ですが、言語によって、例えば C 言語だとこの A という変数はイント型だよと最初に宣言してしまうので A に文字列を入れたりするとコンパイルエラーになります。で、こういう実行前に変数の型を決めてしまうような言語を静的型付け言語、スタティックタイピングな言語と言ったりします。で、スタティックタイピングだと何が良いのでしょうか。一つはプログラムの最適化がしやすいというのと、あともう一つは型エラーのチェックがプログラムを実行せずにできるというメリットがあります。で、これは Ruby のプログラムでユーザーを引数に取る関数に間違えて数値を入れてしまったという例です。で、こうするとユーザーにはネームというメソッドを呼んでいますが、123にはネームメソッドがないのでノーメソッドエラーになります。で、こういう型を間違ったっていうバグを実行する前に検知したりできるというメリットがスタティックタイピングにはあります。で、一方で変数の型を決めることにすると、型のこの変数はどういう型だよっていうのをプログラムが書かないといけないとすると結構面倒だというのがあります。で、変数の型ぐらいならいいんですけど、ブロックパラメータの型とかまでもし書かないといけないとするとそれは結構面倒ですよね。
で、一方でこれはハスケルのプログラムですが、ハスケルにはこれがイントだよ、この X はの方はプログラムが書いてないんですけど、自動的にこれは整数だなっていうのを処理系が判断してくれて、型チェックが行われます。で、ここまでのまとめです。型というのは値を分類したものなのでした。で、静的型付けの言語ではこの型を使って、型エラーをチェックしたり最適化に役立てたりすることができます。で、一方でこういうメリットが欲しいけど型は書きたくないっていう時のためにあるのが型推論です。で、型推論っていうのは割と言語によって指すものが違っていて、例えば C シャープだと、変数を宣言するときに var というキーワードを使うと、右辺の型から自動的に型を推論してくれるという機能が型推論と呼ばれていたりします。で、 C シャープの場合は、メソッドの引数の型とかは書かないといけないのですが、ハスケルやオキャムルではそういった引数の型も省略できるようになっています。で、そういった特徴の基礎になっているのがヒンドリーミルナータイプシステムというものです。で、ここからはそれの説明をします。で、ヒンドリーミルナータイプシステムのタイプシステムとは何でしょうか。日本語だと型システムですが、まあ型システムというくらいなんで型のシステムなんですけど、まあ型に関するルールをまとめたものが型システムだと思ってください。例えばプログラム中でこの式はこの型になりますっていうルールだとか、あるいはこの型とこの型は互換性がありますといったルールなどです。互換性というのは例えば継承を使って親クラスの型で宣言した変数にはサブクラスとインスタンスを入れてもいいよみたいなのがタイプシステムです。で、こういう話なので、型システムっていうのは言語によって違って、それぞれの言語はそれぞれの型システムを持っています。で、HM 型システムというのはハスケルやオキャムルの基礎になっていると言いましたが、実際にはハスケル独自の機能やオキャムル独自の機能があるので、HM にいろんな機能を加えたものがハスケルの型システムやオキャムルの型システムになっています。で、今日紹介するオレスクリプトはほとんど HM 型システムのそのままになっています。で、HM 型システムにはプログラマーが型指定を書かなくても型が推論できるっていう特徴があって、オレスクリプトもこの特徴を受け継いでいます。で、オレスクリプトはとても小さな言語なので、まずリテラルが数値とトゥルーフォルスがあります。で、次に無名関数があって、あとは変数の定義や関数の定義ができます。で、同じ変数に最大入するようなのは考えないことにします。で、あと関数呼び出しがあって、で、これで全部です。で、ちょっと余談になるんですけど、オレスクリプトには1引数の関数しかサポートしていません。で、なんでこうしたかっていうのは、元の論文がそうなってるんですね。1引数だけっていうことに。ので教科書とかを読むと全部そうなってるので、これから読む人がその方が学習がしやすいかなと思ってそれに揃えています。別に複数引数に対応させるのはそんなに難しいことではないです。
で、2引数の関数を書きたいときはどうするのかっていうことですけど、これは下のようにファンクションを二重に重ねることで実質的に2引数関数みたいなことができます。下の場合では F は関数が二重になっているので、1と2を渡したいときは関数呼び出しを2回書いて1と2を順番に渡してやります。そうすると、F の本体の中では X と Y がの値が取れるので2引数関数みたいにコードが書けるということです。で、レスクリプトの型システムについて見てみますが、まあ、型システムと呼べるほど言うほどのものはなくて、まず型が3種類あります。一つはブーリアン、一つは数値です。で、それらの間の関数があります。で、あと組み込みの関数がいくつか定義されていて、例えば isOdd という関数は数値を取ってブーリアンを返す関数です。で、型に関するチェックとしては、関数呼び出しをしたときに引数の型が関数のパラメータの型と一緒でないといけないという、まあ普通ですけどそういう制限があります。一番下の例だと F に X を渡しているので A の型と X の型は全く一緒でないといけないということです。で、レスクリプトのプログラムに対してどうやって型推論が動くのかをちょっと見てみましょう。2行目にあるのがオレスクリプトのプログラムです。ここでは F という関数を定義しています。で、isOdd というのは先ほど紹介したやつで数値から真偽値への関数だとします。で、ここで F と X という変数がありますが、ここではまだそれらの型は分かりません。なので、F の型はとりあえず関数であることは確かなので1から2への関数であると仮定します。で、 X は3番との型を持つと仮定します。で、この時先ほどの関数呼び出しのルールに従うと X は F の引数なので1番と3番が同じという制約があります。で、 X は isOdd 関数にも渡しているので3番はナンバーでないといけないということは分かります。で、最後に F の返り値の型は isOdd の返り値なので、2番はブールであるということが条件がつきます。で、これらの条件を解くとですね、1番が数値、2番がブール、3番が数値っていうことが分かります。で、これによって、F は1番から2番への関数だったので、数値からブールへの関数であるということが分かるという、こんな感じの仕組みになっています。で、ここまでのまとめです。タイプシステムというのは型に関するルールをまとめたものでした。で、ハスケルやオキャムルなどのベースになっている HM 型システムというものがあって、これにはプログラマーが型を書かなくても型推論ができるという特徴がありました。で、 HM 型推論の手順は最初にわからないところを仮定して、で、これとこれは同じはずっていうのを条件を列挙して、最後にその条件を満たすような型を求めるという 3つのステップからなるのでした。では、ここからはオレスクリプトの実装について見ていきます。
型推論が処理系の中でどういう位置づけなのかという話を主にします。でなんですけど、言語実装に詳しくない方もおられるかもしれないので、ちょっと最初から見ていきたいなと思っています。で bin 以下に orescript というファイルがあって、これが実行ファイルになっています。で a.ore というファイルがあったとしたら、これを bin の orescript に渡すと実行してくれます。で bin の orescript の中はこんな感じになっています。で1番2番3番と3つのステップがあるんですけど、説明の都合上1、3、2の順序で説明しようと思います。で最初にパーサーというものを作る必要があります。プログラミング言語の処理系を作ろうとしたら、入力はソースコードが渡されてくるわけですけど、ソースコードは文字列としてこう与えられるわけですね。でそれをそのまま扱うっていうのは結構難しいので、でソースコードは木の形で扱うというのが言語処理系では定番のパターンになっています。例えば、この左のプログラムだとだいたい右のような感じの木構造になります。一番上に関数定義があって、その中に関数呼び出しが入っているみたいな感じです。で、Ruby でこの、プログラムのソースコードから機器コードを作る部分をパースすると言ったり、機器コードを作るプログラムをパーサーと言ったりしますが、Ruby ではいろんなジェムがあって、それを使うと比較的簡単にパーサーを作ることができます。今回はラックというジェムを使いました。ラックではこんな感じで文法を定義すると、そこからパースを行う Ruby スクリプトを生成してくれます。で実際にパースをしてみるとこんな感じです。機構造を Ruby で扱うには、まあ独自のクラスを作ってもいいんですけど、配列のネストした配列とかで表現するのが、まあ割と手軽ではあります。で、パーサーを作ると、最初パーサーだけがある状態だとこんな感じで、まあ入力を受け取ってそれをパースすることができます。で、パースできたら次にそれを実行する部分を書くことができます。実行する部分はエバリュエーターと言ったりしますが、ここは本題ではないのでさらっと流しますが、さっきの機構造を上からたどって、まあ、決められた処理をやっていくという感じになります。例えば if のノードがあったら、まず条件の部分を実行して結果が true か false かで次の処理をするといった感じです。で bin の orescript としてはこんな感じになります。で、ここまででプログラムの実行ができてしまったんですけど、型推論はどこに行ってしまったのでしょうか。で今この段階のオレスクリプトには一つ問題があって、例えばこのようなプログラムを食わせても、実行をしてしまうという問題があります。もともとなぜ型推論をしたかったかっていうのを思い出すと、型のチェックがしたかったんですよね。静的片付け言語だと
型のチェックとか最適化ができるってメリットがあるけど、そのために型を書きたくないっていうのがあって、それを解決するのが型推論でした。なのでオレスクリプトでは型チェックをするために型推論をします。ということで、真ん中のステップ2のところにはパイプチェックというクラスが入ります。で、型チェックと型推論がどういうような関係にあるかですけど、先ほどの壊れたプログラムを型推論機にかけてみます。そうすると、最初に F の型と X の型を仮定して、で条件を列挙していくんですけど、最終的にブールイコールナンバーみたいなどうしようもない式が残っちゃうんですね。ので、こういう途中で行き詰まったら、そのプログラムには型に関する矛盾があるということになります。で、逆に最後まできれいに型がつけられたとしたら、そのプログラムでは型に関する矛盾がない、つまり型チェックに通ったということになります。で、ここまでのまとめです。レスクリプトの処理系では3つのステップで処理をしていて、最初にソースコードを機構造に変換して、で次にその機構造をたどって型のチェックを行います。この型チェックは型推論を行って、最後まで型がついたら型チェック OK っていうふうになっているのでした。で、型チェックが通ったら最後に実行をします。で、残りの時間がまだ少しあるので、ここからオレスクリプトの実装を読もうという人のための解説をちょっと1ポイント2ポイントぐらいやろうかなと思います。オレスクリプトの中を見ると、型に関するクラスというのが3つ定義されています。なぜ3つかですけど、オレスクリプトには数値っていう型とブールっていう型とあと関数型があるんでした。で、このうちのブールと数値を表現するのが1つ目のタイローというクラスです。で、関数型を表現するのが2つ目のタイファンという型です、というクラスです。で、3つ目のタイバーは何のためにあるかというと、これはまだ分からないよっていうのを表現するためにクラスです。のでタイバーには1番とか2番とか番号が付けられるようになっています。で、ここでは X が1番、F が2番っていうふうになっています。で、この X は例えば最終的にはタイローのナンバーとかに置き換えられます。で、タイバーは関数に置き換えられることもあります。例えば、オレスクリプトには公開関数があるので、関数の引数に F っていうのがあって、それが実は関数かもしれないわけですね。そういう場合は F は最終的に、タイファンに置き換えられます。で、もう一箇所ポイントとしては、方程式を解く部分っていうのがあります。型についてこれとこれは同じだよっていう条件を列挙して、それを解かないといけないんですけど、それを解くのは意外にシンプルなステップで、最初に等式の集合から一つ目を取って、で、それが両方関数だった場合は
引数同士が同じで乖離子同士が同じであるっていう条件を立てます。で、両方が対ローだった場合は、両方同じ型だったら単に無視しておくて、ナンバーイコールブールとかだったら型チェック失敗になります。で、最後にどちらかが対バーだった場合は、その未知の分からない型っていうのが分かったってことなので、例えば1番は数値ですっていうのを答えの列に加えます。で、残りの等式の中で1番が使われていたら、それは全部今分かったナンバーっていうやつで置き換えてやります。で、これを等式条件文が全部なくなるまで繰り返すと答えが出るという感じになっています。で、一応スライドがまだちょっとだけあってあるんですけど、5分前なのでここで一旦終わろうかなと思います。参考文献をつけておいたので、まあ参考になれば幸いです。で、まとめですが、本セッションではオレスクリプトという小さな言語を作りました。オレスクリプトには型をプログラマーが書かなくても型チェックができるっていう特徴があります。で、型チェックには型推論のアルゴリズムを使っていて、それには、条件を並べてその条件を解くというアルゴリズムが使われているのでした。で、実装はここにあるので、なんか参考になれば幸いです。僕この後8時の飛行機で島根に帰ってしまうのでもし質問がある方は最後のなんだっけクロージングのまでに声かけていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。あと3分ぐらいもありますから、質問があったら聞いてください。質問がある人は手を挙げて、はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。質問なんですけど、はい、こんな感じで、自分自身を返す関数を、書いたときに、はい、それを違う方で呼び出、こんな感じで呼び出したときに、はい、この ID っていう関数はどのような方に推論するかっていうのは結構難しいかなって思うんですけど、はい、そういうのってどうやって解決するんでしょうか。その話をねしようと思ってたんですよね素晴らしい質問をいただきました。型推論っていうか静的型システムのデメリットとして、型システムで決められた範囲のプログラムしか通せないっていう問題があるんですよね。だから型システムが貧弱な言語を使うとプログラミングが大変になるんですよ。で、ここまでの範囲だとこの x を取って x を返す関数みたいなのは、これ一見数値渡しても震源値渡しても大丈夫そうに見えるんですが、ここまでのルールだと最初に数値を渡したところで、ID は数値から数値への型だなっていうふうに推論されてしまって、次に震源値を渡そうとしたところで型推論のエラーになってしまうんですね。で、元の論文だと RED っていうキーワードがあって、この RED で宣言した関数だけはいろんな型に使っていいよっていう決まりがあるんですね。で、一応 GitHub の方でも RED ポリブランチっていうところで実装はしていて、まあどんな感じでやるかですけど、こんな感じでイコールで宣言したとこだけ、これは1から1への関数なんだけど、1は付け替えていいよっていうマークをつけときます。で、使われるたびにここの ID は2番から2番、ここの ID は3番から3番みたいな感じで別々のタイバーを作ってやるっていう風になってます。もう終わりましたので、どうもありがとうございました。